インタビューゾーンに羽生結弦選手に来ていただきました、今日のご自身のショートプログラムの演技振り返ってみていかがでしたか。いやもうね、6分間練習が割といい感じでできていて、まあ、実際公式練習の方では曲かけでなかなか入らなかったのでジャンプが、まあ、その感覚のままちょっと入ってしまったかなというふうに思ってます。やはり怪我の影響からうまく練習できなくて、そういった曲かけの練習もうまく進まなかったと思います。滑る前ですね、どういうことを考えて臨んでいましたか。本当に自分が6分間練習良かったっていうのをすごく信じて、まあ、トーループルッツに関しては本当にいつも以上に怪我する前以上に感覚よく飛べてたので、まあ、問題ないなって思ってたんですけれども、まあ、実際こうなっちゃったんで、また明日に向けて新しい課題になったなというふうに思ってます。おっしゃった通り6分間では素晴らしいジャンプを決めてくれました。フリーに向けてどういった意気込みで明日滑りたいと思いますか。はい、まあ、フリーの方はもっと得点が稼げますし、まあ、実際に、まあ、難易度を落としているといっても去年のオリンピックで滑った難易度と変わらないので、しっかりと自分の中で自分ができるという自信を持ってしっかり明日も頑張っていきたいなと思います。応援してます。頑張ってください。